見届けたいと思います。ですんで、そういう意味ではあさってのミルコの試合でね、バルトが、まあ、あの終わった後のマイクパフォーマンスも、じゃあ代わりにやってみてくださいよって言って、いや何言ってんだって、そんな180キロで2メーター近くもある体を俺たちは持ってねえじゃねえかってファンは思うと思うんだよね。神に選ばれた体を持ってるんだから、お前こそやれよって、うん、そういう感じです。それをそんなファンに、あの自分のフラストレーションをぶつけたらダメだから、そういうことも含めて、まあでもあのそういう本人も多分、ま、満足してないというか納得してないから出たあの言葉だと思いたいので、バルトにはもう一回見ることの試合で、じゃあ俺たちプロモーターにも、僕らプロモーターにもファンにも何を見せてくれるのか、何を感じさせてくれるのかっていうチャンスをもう一回みんなで託してあげていいんじゃないかなと思います。いいですか、はい。今日サブアリーナの方でアマチュアの充実の他に、はい、プロである女子プロレスの方にもリングを提供していましたが、はい、今後ライジンは女子プロレスとどう関わっていくんでしょうか。どう関わっていったらいいんでしょうか、安西さん。僕にはあの同じリングスポーツとして熱い思いを共有できるものであるならば、格闘技もプロレスもあの同じリングスポーツだよっていう、まあ、なんかアントニオ猪木さんが言ってそうなような感じですけど、共通するものあると思うんだよね。でやっぱり何かこうかライジンが動き出すことで、あの永井さんとかね、あのみんながこうまた私たちもやろうよみたいな機運が出てきて、それをファンも受け止めてっていうのがいい形でスパイラルになったら、僕らもそこには乗っかっていけるものあるかなと思います。あの、それは女子プロレス界をサポートしたいというお気持ちですか、それとも女子プロレス界に進出するという、いやいや、あのサポートとか進出とかっていうことまでも全く考えてないんです。そういう意味ではあの本当に女子プロレス界を サポートって、もうだって結構人気あるじゃないですか女子プロレスって。だから僕らが一緒に何かお互い共同で共通して目標を持って向かっていけるものがあるんなら、それはあの気づいていくというか、一緒に作り出していくってことはできるけど、あの何かやることを僕らが金銭的にとか、あの何かそのメディアとか含めてサポートするっていう感じではないかなと。長代さんはほら来年年末大きい方で、はいはい大きい方で、いやいやもうあの厳密に言うと明日空いてますからね。だから本当に長代千草が本当にそう思うんだったら、それを見せてくれって感じです。情熱持ってやってみろって。でそれにあの神取さんが乗っかる、ダンプ松本さんが乗っかる、若手のプロレスラーも女子プロレスラーが乗っかる、ひょっとしたら今日ライオネス飛鳥も来てましたけど、ライオネス飛鳥ともあの仲良くなって、もう一回あの一緒になって、あのクラッシュギャルズ復活とかで何かやらないと、あのここは私は行きたくないわとか、そのそういうことでは僕復活しないと思う。いやいや、貸すのはできるよ、埋めれんのって話じゃないですか、うん、それは僕らが代わりにリングに上がれないんだから、女子プロレス界にそういうムーブメントを起こすのは長与千草さんとか神取さんとかがやるんなら、そういうものを僕らが一緒に作り出していくのに協力はします。はい、分かりました。那須川選手の試合について、あのライジンにはスタンディングバウトもあったかと思うんですけれど、はい、あのそういった選択肢っていうのは考えられない。スタンディングの試合はあの組もうと思ったらリングなんでいつでも組めるんですよ、うん、でもやっぱりそこをやるんだったら、スタンディングをやる上できちっと僕らがコンセプトとか戦略を持ってやるべきと思ってます。で去年はやっぱりこう新しくスタートする中で K-1 さんの武尊選手、今年も武尊選手が僕らは出てきてほしかった、でも残念ながら怪我だった。武尊選手が出てきたら僕らは基本総合です。だけど武尊選手という年バリューと人気のある K-1 のスターが出てくるんだったら、それにリスペクトをして立ち技を受け入れるっていうのはあるけど、まああのいきなり社長もノックアウトとかやってるし、まあ、これ以上なんかキック界に出てくると、もうなんかあの大変そうだからやりません。はい、榊原さん、はい、I will ask in English、
So fast. What do you think about the performance of Alan Nascimento? You mentioned it, Montoya fight in your comments, and the, we talk with Andy Sauer, and Sauer asking for another chance. Do you think he can have another chance in Rising? Yes. あの日本語で言いますね。あの質問は分かります。あのアラン・ナシメントに関して言うと、モテとの試合はあの、ナシメントシュートボクセの良さはあの1ラウンドは出たと思っています。でもあの僕はもある意味モテを見直したというか、やっぱりあのあれだけグランドのスキルを持って、でナシメントは圧倒的にあの体力なくなっちゃいましたよね。それでもう逆にスタンドで押されてる。だからナシメントは勢いよく1ラウンドのスタートはシュートボクススタイルでいけていいものは見せたけど、やっぱりもっと元矢のことも研究して、トータル的に強い過去の彼が本当にアンデルソン・シューバーとかシュートボクスの過去の先輩たちを見に近づこうと思うんだったら、トータルの強さを身につける必要があるかな。でもいいものは持ってると思いました。あとアンディ・サワーにはもちろんこれからもチャンスをあげたいと思ってますけども、アンディにはあえてクルクシャンクと宮田っていうレスラーを2連戦で組んでるんですね。ここを本当にアンディ・サワーが総合格闘技としてを腰掛けじゃなくてやろうと思ったら、ここに対する対策を徹底的にやらなかったら未来はないです。ミルコもそこを避けずに行きました。だからアンディを勝たせるために、去年勝たせるってごめんなさい、非常に言葉が悪いですけど、打撃戦になる相手として長島ジエンオツの試合を組みました。去年はそういう準備が間に合ってないから。でも彼が本当に総合格闘家として将来を目指すんだって言ったんで、クルクシャンクとやった。でもう一回宮田とやった。でも見てるファンの皆さんもマスコミも、クルクシャンクから宮田のこの短期間であるけど彼の進化はあんまり見られなかったんで、やっぱりレスリングの選手たちへの対策をアンディは徹底的にするべきだというふうに思ってます。まあその志というか、まあ、練習環境を変えるとかそういうことを含めて、もちろんこれからもチャンスをあげたいと思っています。ありがとうございます。他にご質問大丈夫でしょうか。あとすいません、次回大会の発表、今日会場の皆さんにはチラシを配らせていただいて行わせていただきましたが、2017年の、シーズンのスタートは4月の16日日曜日横浜アリーナ、一応仮タイトルなんかナンバーシリーズで行くっていうふうにあんまりしたくないんですけど、一応仮ライジン2っていう感じです。来年どの階級でグランプリをやるのか、また年明けこの大会終わって年初にですね、記者の皆さんに集まっていただいて懇親会みたいな形がやれたらと思ってますが、それまでには来年4月から年末に向けてどんなスケジュールで大会をやるか、年間スケジュールをもうズバッと発表して、どの階級でトーナメントを進めるのか、どんなコンセプトで何を見せていくのかっていうのをお伝えしたいとそう思ってます。まずは4月の16日に、2017年に最初の大会を、横浜アリーナ、第2の、ま、調子いいなって言われるんで今日は言いませんが、神奈川県をホームタウン宣言してですね、こうなって埼玉に続いて神奈川もホームタウンとして横浜アリーナも本当に格闘技の聖地と呼んでいい場所だと思いますので、そこでスタートしたいと思います。はい、他にご質問大丈夫でしょうか。はい、では以上で終了させていただきます。ありがとうございました。